ハチスカザクラの花ハチスカザクラは、カンザクラ系の桜の栽培品種。沖縄系のカンヒザクラと山ザクラの一大自然交配雑種のカンザクラで、江戸時代まで徳島城も手にあった。一部には、ヤマトザクラとヒガンクラとの交配種とのご機も見られる。ハチスカの名称は、当時徳島藩を治めていたハチスカ市に由来する。 廃藩地検に伴い最後の徳島藩主となった八塚持明が重心で原田家当主の原田一平に託したとされている。歴代藩主が乙女石に泊まって干渉したことから乙女桜と呼ばれており、転じて花の可憐さから乙女桜とも、以後250年にわたって原田邸で育てられ、毎年3月に保存会によって一般公開されている。 桜の代表とされるソメイヨシノに比べ、開花時期が非常に早いことが特徴で、2月下旬からおよそ1ヶ月ほど淡い紅色の花を咲かせる。色はソメイヨシノより若干濃く、花びらの先に紅の差しが入るのが特徴である。花弁は5枚。また、1999年に徳島市内の育苗家が苗の育成に成功して以来、徳島県内に限らず、 東京都、大阪府、長野県など、日本国内及び海外で栽培されている。徳島県内では、原田家の母樹のがか、美山などでも植樹されており、各地でその姿を見ることができる。徳島市指定保存樹木、指定番号第52号、樹種桜、などなど、ありがとうございます。